そうそう、とりあえずやってみるの精神と、あと、まあ、悔しかったらもう一回やってみるわね、ねのね。あ、基本的行動力の塊の部分あるからね。そう。そうあるな。懐かしいな。ホロライブの、あの、オーディション受けた時も、まあ、ね、4回落ちたから。ね、4回も落ちたからさ。うん、そう、心折れかけたあるけどね、なんか悔しくて、どうしても。あ、そうだよ、あれ、お話ししたことなかったあるっけ、これ。そう、4回落ちた。もう最初はね、もう、なんて言われるかな。もう、うん、あ、悔しかったの。そうそう、でもね、面接できたのは、最後のだから、5回目 ?4 回目だけで、そう。まあ、あとはね、もう書類落ちって言われるかな、ああいうのって。そう、もう結果来ないタイプの。不合格ですよとも言われないラインも。再チャレンジできるのに、あ、ダメなのかな。もうなんかでも再チャレンジしちゃいけませんって書いてなかったあるから。そうそうそう。なんだっけ、なんかお返事は確か、あ、ねねの時はなんか2週間以内に送りますみたいなことが書いてあって、あ、ほん、書類選考通過の方に応募から2週間以内にご連絡しました方って、ってことは2週間過ぎたら希望ないってことあるよな。だから2週間に1回応募せた。あ、そうそうそう、その、あ、2週間の間に次の、書類と動画作って、で2週間後に返事来なかったらその日に出して、でまたその2週間の間に応募書類見直して動画作ってっていうのを、あの、淡々と繰り返してた。そうそうそう、もう数打たないだと思って、さすがに2週間に1回も同じ人から書類が届いたらさすがに気づいてもらえられるかなと思って、いつか溜まってこえるかなと思って、チリツモしようと思って、あ、もう1枚じゃ気づいてもらえないんだったらチリツモしようと思って、そう、あのね、何回で諦めとしてたんだったかな、なんかもう10回やってダメだったらもう諦めようかなと思ってて、あ、ほんとびっくりみんな。ダメあるよ、やりたいことがあるんだったら簡単に諦めちゃダメあるよみんな。